There's not much to do when all I can is thinking about you.はい、今日できた、各個放送さん、松皮を5枚おろしにしていきます。はい。ちょっとね、画面越しだとちっちゃく見えるんだけど、45センチあります。まず、鱗。ある程度、鱗取ります。こんなもんだよね。やっぱすごいな、鱗。わかる？鱗の音。王様だからね。皮を引きすぎから、もう巻き引きだから巻き引き。はい、もう一回切って、鱗を取ったんで、ちっちゃく見えるぞ。そうだって、このまな板が結構大きいよ。そんなこと言わないでよ。まず頭落としていきます。疲れたわ、ほんと。ここに血合いついてるんで、包丁で切れ目入れて血合いを取ります。結構肉厚だわ。肉厚だよね、ちょっと。滑るな。滑る。
いや、縁側すごいわ。わかる縁側これ。これ。見てる？で、もし包丁で切れなかったら、ハサミで縁側の間。炒めると意外とね、切りやすいのが。で、反対側も骨に沿って。めくっていく。これにとって鼻かいで、ここにいったらハサミで炒めて切っていきます。このなんだっけ、ヒレ？ヒレっていうの横の。解体作業。これ縁側。見える。はい、して裏も同じ要領でさばいていきます。はい、以上です。はい、5枚おろしです。見える？透けて見える？5枚おろし。で、これがこんなこのぐらい取れます。であとは皮を引いていきます。はい、いいよ。はい、取ってんの、うん、俺はね、こう縁側このとこ、これハサミで切るんだって、なるべく綺麗にいくように。皮引き、皮引きやるよ。皮引き楽しいよね。楽しくない？どう？大丈夫かよ、首してるけど。大丈夫かよ、うん、叩き起こされた。いやいや、俺にかい、うん、なんで叩きに、お風呂入ってた。皮引き、いや、包丁切れない。はい。
ちょっと残った。ちょっと残った場合はご愛嬌で、ちょっとこう切っていきます。取れない。いやー、なんでこういうとこ映す？ちょっと残ってた。まあそういうこともあります。はい、次、縁側の皮を切ります。包丁は一回切った、拭いた方がいいと油飛ぶんで。いや、縁側うまそうじゃない？ね、なんか喋って。うまそうじゃん、縁側ね。すごい油。切れちゃった。縁側。で、残り4枚もこういう風にやっていきます。はい。はい、さばき終わったので、1日寝かせて、昆布締めにしていきたいと思います。全部昆布締めでいい。どうする？刺身でも食べる？刺身と、じゃあ昆布締めにしまーす。では、とりあえず1日寝かしていきまーす。なんで寝かすかわかる？旨味成分が出る。1日寝かすと。うん、ね。じゃあ、そういうことで、そういうことにしまーす。はい。昨日の、京子の町今日の刺身。いただきます。あ、日本の歯ごたえ。こんにゃん。うまい。ご飯と。いや、これビール飲みたくなるね。どうみしこさん。何時でも。え？何時？お昼。よいしょ、お昼から合成。これ縁側。あ、うまいね。回転寿司の縁側と違うわ。おいしいな。これ、見える？みちこさんお手製のカジカジル肝いただきます。あ、うまいわ。だしやるね、みちこさん作れんだね。肝いただきます。おさすが鍋壊しって言われるだけあるね、うん、うまいです。ということでカジカ開幕しましたんで、カジカジ類美味しいんで、よかったら皆さんカジカジ類行ってみてください。以上になります。